エリザベス海の女王、7年ぶりに神戸港に入港をしてきました。神戸市消防艇が歓迎放水。総トン数99,000トン。乗客定員2081名。船の上にマンションがあるようだった。16日、東京から18日、今日神戸に着岸。午前8時予定通り着岸。今日の夕方18時に四国に行きます。まるでタイタニック号のようでした。
スがずらりと待機をしていました。